アキ PJ ライブショー、アキ生エトセトララジオ、エトラジオより生放送、生配信でお届け。さあ、2月の24日日曜日、ビューティフルサンデーですな。10時18分回っております。アキ PJ ライブショー、アキ生、アキ PJ です。開運講談師アキをやっております。さあ、今日はエコヒーキデーでございますね。そらアキ PJ も人の子ですわ、エコヒーキしまんねやね。まあ、何をエコひいきするかは後々としまして、今日は漫才師、元漫才師かな、太平三郎四郎の四郎さんじゃなくて三郎さん、お誕生日、はい、おめでとう、おめでとうございます。以前ね、アッキー PJ、オープンカーでドライブしながら語り合うっていうか、その収録するラジオ番組風というか、まあ CD に焼き張って、その後まあラジオ番組にも連携して出演させてもらうっていう、その不思議なというか面白いスタイルの、パーソナリティさんというか DJ さんとお目にかかったことがありまして、まあその番組というかドライブしながら語り合う番組に出してもらったことがあるんですが、その人曰く、その収録上がりの一言題して、アッキーさん三郎さんの声似てまんなと言われたことがございます。はい、で、まあ知り合いの知り合いが三郎さんのマネージャーもされたことがあったんで、ああそうなんや、今 NHK でお昼のね、お昼前の番組も MC されたり、それから長いこと上沼恵美子さんのエミチャンネルのアシスタントのような相方のようなね、立ち位置で長いことやってありますし、多分チチンプイプイとかも金曜日かなんかでレギュラー出てはりますし、なんやかんや活躍されてる。一度ね、吉本出られたと思うんですけど、戻ってきて、三郎さんと三郎四郎で頑張ってはって、で四郎さんはお亡くなりになったのかな、三郎さんだけ今頑張ってはって、一時ね、清さんと西川清さんと安清漫才、三郎さんが安さんの真似してやってはったことありますけど、それ僕ナンバーグランド花月で見たことあると思います。生で見たことがあります。今日は太平三郎さんの誕生日、はい、おめでとうございます、ね。さあ、それから今日は月光仮面登場の日だそうで、1958年のこの日、ラジオ東京、現在の TBS テレビで国産初のテレビ映画月光仮面のテレビ放送が始まったことにちなむ。もう僕は月光仮面はアニメかなんかで見たような気がしますが、月光仮面の実写版はあまり記憶ないですな。最近満腹でね、元君、あと主人公の万平さん、福子さんの息子の元君とさっちゃんが、幸子ちゃんが、あれはどう見ても月光仮面やいう月光仮面の、どう言ったかな、ごっこ、月光仮面ごっこしてて、でそこに福子さん、安藤サクラさんも巻き込まれててね、親子で月光仮面ごっこしてたシーンがあったような、あったよね、あったと思いますね。そんな今日は月光仮面の登場の日か、月光仮面登場の日だそうでございます。それからこの人言ってみましょうか。キャスター、フリーアナウンサー、元 NHK のアナウンサー、
スーパーひとし君といえばね、草野ひとしさんお誕生日、はい、おめでとう。草野ひとしさん、1944年2月24日生まれは、日本のニュースキャスター司会者、元 NHK のアナウンサーとございます。出身国は満州国なの、へえ。東京大学文学部社会学科卒業ね。世界不思議発見、もう世界不思議発見ね、あの宮根さんのミヤニヤの前のザワイドが多分草野さんやね。草野さんのザワイドの終わりに、終わりというか次に多分ミヤネ屋が始まったんですよね。そんな、流れやったと思います。ロサンゼルスオリンピックの、中継は総合司会をされてはるそうでございます。草野仁さんお誕生日、はい、おめでとう。さあ、ということで、アッキーピーチャーライブショー秋生、今日はエコヒーキね、公私混同デーでございます。まあ、公私混同デーと言いますと、何のこっちゃでしょうが、僕は小学校の時に、5年生かな、5年生の時にお昼の番組、まあ一応校内放送なんでラジオ形式ですね。でゲスト各クラスから代表の子を呼んできて、インタビュー番組みたいなのを小学校5年生の時、いわゆるお昼の番組を、デビューしまして、小学校6年生の時は運動会の司会、そして実況を担当した。そして中学1年生になりますとですね、動画というかもうテレビで、各クラブをこう取材に行くっていうレポーターみたいなことで、あの当時の連続テレビ小説お昼の12時45分からの放送の前やったかな、全国校内放送テレビの方ですね、あのテレビつけるともう放送室が全部一斉放送、強制放送になりまして、レポーターのアッキーが各クラブを巡るというか、そういうレポーター番組をしておりまして、中学1年の時はレポーターデビュー、そして数々のニュース番組に移り込み、成人式の時は新聞取材を受け、で広告代理店もどきなど、まあそういうことを経験して、セミナー講師から、動画番組をスタート、そしてラジオや、まあ、FM コミュニティとか、AM 放送にもゲスト出演を、まあ、数回ありまして、現在ツイキャスで生放送生配信中とですね。で初めてね、 FM の前に番組を、海運チャンネルっていう YouTube 番組をする時の前日なんですけど、 ABC ラジオで朝日放送ですね、当時そのどう言ったんかな、月金の朝の帯番組されてた、全力投球瀬能和夫ですという番組あって、そこの、まあ、もちろん瀬能和夫さんにですね、前の日にね、新阪急の喫茶店か2階の喫茶店かなでお会いして、いや僕ね実は明日からあのついに自分らで番組することになったんですよ。でそんな時にずっと月金朝その車で聞いてた、ラジオはね車で聞いてたんですけど、朝日放送の岡山とかね結構な距離朝日放送は入るもんですから、ちょっと遠目に出かけた時にも朝日放送のラジオ AM ラジオをかけて移動してたことが多かったもんですから、で瀬野さん番組ずっと聞いてましたってお昼過ぎまでね、町の社長さんかなんかとも電話でお話しするようなコーナーもあったりで、結構ちょっとエロチックな話もありまして、で、その瀬能さんに明日から僕番組するんですよというふうにお会いできて、で写真撮ってもらってサインももらってっていうね。で実際その後ね、そのこと実はね、僕ね初めて番組するときにここでね、あの新阪急ホテルのこの喫茶店でお会いしてね、瀬能和夫さんにって言ったら、たまたまそのご同行されてた人も一緒にやってたんですけど、たまたままた瀬能さんいらっしゃってね、で当時の話して、今もこうやって頑張ってずっと番組やってるんですって、せっかくなんでもう一回改めて、僕サイン色紙常にあのあげるようになんですけど持ち歩いてるもんですから、このサイン色紙の方またサインいただけますか今日の記念に言ってね、でまた一緒に写真も撮ってもらって、瀬能さんとは
微妙にご縁のある関係でございました。そして初めてねラジオ FM のラジオの番組する直前にはね、オールナイトニッポン、今最近 J-COM でもねやってありますけどね、わかるかな、 J-COM オールナイトニッポン、僕らの憧れのパーソナリティといえばじゃじゃん、鶴光師匠でおばでございます。笑福亭鶴光師匠にもね、お会いすることができまして、たまたまねその弟弟子さんの主催の落語会に行ったんですけど、ね、その主催者の方を知り合いだったもんで、なんか遠いですけど、そしたらその主催者さんにお願いしてですね、ちょっと鶴光さんとツーショット写真撮らせてもらって、僕ねもうすぐついにラジオ番組、あの鶴光さんに憧れたラジオ番組ついにやれるんですよ言うてね、でツーショット写真を、なんか明かり夜やったね、その落語会終わった帰りの打ち上げ二次会行く直前やったんですけど、鶴子さんも東京に帰るみたいな、マネージャーさんもなしに、帰られるとこやったんですけど、そのもう普段着のもう落語の衣装、いわゆる着物を脱いで、そのキャリーやったかな、あの荷物を入れてらっしゃったんで、私服と私服でしたけどね、ツーショット写真撮ってもらって、でその2回動画番組を始める時、そしてラジオ番組を始めるその直前にね、なんかそういう憧れてたまあ、名パーソナリティさんに会えたっていうのが、その最初の瀬野さんに会った時にも言われたんですが、はっきりこれはもう間違いないで、あなたの進む道やでって言われたことを思い出しつつ、自分も確信に変わった、あこれは俺はパーソナリティとして多分やっぱ生きていくんやわ思いましてね、で自分のその今もインターネットラジオの国際インターネットラジオの番組にゲストにもね、元カンテレのアナウンサー、元カンテレのアナウンサーといえばじゃじゃん、阪神が優勝した2003年の9月14日実況されてたアナウンサーといえばじゃじゃん、梅潤さんことじゃじゃん梅潤さん、梅田潤アナウンサーにも僕自分の番組にね、まあ、参考の例とまで言いませんがお願いして、奥さんが社長さんなのかな、でずっと頼んでやってたら、いやあんまりねそんなネットラジオとか出えへんねんで言われてたんですけどね、まあなんかタイミング良かったんですかね、出ちゃるわーってね、後にも先にも、もしくは僕が最初のネットラジオに対しては最初のオファーというかオファーが成立した人かもしれない、でその後ね、議員さんの決起集会とか行ったら司会されてたんでね、おおなんかやっぱご縁あるんやなーってまた一緒に写真も撮ってもらったんですが、どこかに梅潤さんと一緒の出演いただいた番組の動画はあるかもしれない、ただねその頃ね僕バックトゥーザフューチャーのサントラをかけてたんで、その絡みでですね、音をね YouTube 側がどう言ったらいいんかな、無音にしてる状態のものもあるんですよ、だからいろんなとこに記念にあげてますし、僕も動画を記念にパソコンに取り込んでおいてますが、梅潤さんが出てくれはったんですね僕の番組にね、はい、で梅潤さんの声は僕近いと思うんですよ、さっき言いました太平三郎さん、どっちかと僕梅潤さん系統もね性格とかもねかなと思いながら、まあすごいエネルギーでした梅潤さんでね、最後ねちょうど12月のゲストやったもんですから、クリスマスイブやかな、山下達郎さんのなんかワンコーラス歌ってくれはって、生で全くのアカペラですよ、全くのアカペラいう言葉が正しく分かりませんよ、いきなり急にじゃあ歌って帰りますって社長というか奥さんもそのスタジオに入ってあったんですけど、映り込んでますけどね、で顔色見ながらじゃあこれでって気持ちよく歌って帰られました、当時本当に梅潤さんにもお世話になりました、アッキー PJ だから瀬野和夫さん、全力投球瀬野和夫さん、ラジオの帯番組、もちろんオールナイトニッポンといえば鶴光師匠ね、ワンバンコーとかワチリンコーって言いたいですもん、おはようございますって言ってますけどね、で、改めて梅潤さんと、もう本当に僕の中ではラジオパーソナリティとしての、まあ、師匠方にお会いでき、僕は今この道に進んでおりますが、ゆくゆく、やっぱりね一郎君とかもそうですけど、本田圭佑さんとか今やった木平ちゃんフィギュアの、そうですが、小学校の時にもうすでにねある程度の方っていうのは、書いてるんやと、何を将来の夢をね書いてるんです、で僕ついにね探しまして、見ましたら、僕自身もスポーツキャスターになりたいって書いてるんですね、まあ、スポーツキャスターではないですが、似たようなラジオパーソナリティこうやって発信するね、まあアナウンサーになれないって思ったのは甘噛みするから、甘噛み名人やからよく言いますが、
海運講談師として生きれば、キャラとして生ければ、まあ、ラジオもねこうやってさせていただけますし、今の時代僕ら子供の時じゃ考えられない YouTuber さんとかこういうツイキャスで生配信するっていうのはね、もう夢のような世界です。あの時代にもしこれやられてたらもうスターですよね。動画配信もできて、ラジオ番組もできてね、でスタジオでもちゃんと放送もできて、そしてこうやって毎日でも生放送し、自分でねちゃんとスイッチ入れればツイキャスさんでこうやって放送できるわけじゃないですか。もうそれはね、なんて言うんだろう、この業界によって、あの一応ねギャランティーもいただいてるんですね。あのスポンサーさんとか谷町さん書いてますけど、谷町歓迎って書いてますけど、谷町さんが僕いますし、スポンサーさんもいるんで、番組も一応そうやって配信もしてるんですが、やっぱりね月金曜日番組しようと思ったら、アシスタントもいなくても一人で喋れるってね、結構大変いこと分かりましてですね、今まあリハビリじゃないですね、訓練を兼ねてこうやって毎日放送する努力をします。そして僕の必殺技、開運キーワードというのをね、まあ、差し上げようかなとは思ってるんですが、今日の、開運キーワード差し上げる相手なんですけど、エコヒーキデーでございます。もう公私混同です、今日はゆっちゃんお誕生日、はい、おめでとう。もうね、僕の世界にはねすごい有名というか、自分の中でものすごいその、憧れるじゃなくて、どういったらアイドルのようなね、可愛くてしゃあない、まあ、かっこよかったですけどね、かっこよかった、過去形じゃかっこいいと思いますけどね、そのゆっちゃんいうのがいましてですね、その子がですね、やっぱり小学校の卒業文集にね、タレントなんて番組出たいって書いてたんですよ。でそれを見て、まあせっかくやったらもう先にその土壌レールを引いといちゃろう思いまして、結構僕番組するようになったのかな。で当時ね広告代理店とかやってましたから、あの FM ラジオとかもコマーシャルとか新聞コマーシャルとか、そのテレビはやってないですけど広告とか、そっちの方でね協力させてもらったりデザインとかしてたんで、まさかね、こうやってタレントの、まあ、形というか、まあ、プロダクションエトセトラっていうとこですけど、ラジオパーソナリティっていう状態で、まあ、しっかり基礎というか土台を作っておいて、人脈広げておけば、このゆっちゃんをゲストで呼べる日も来るかなと思ってね、あの人の子供のその子供の小学校の子供のね、小学校は子供ですもんね、卒業文集それを書いてあるのを見て、あ、僕自身もスポーツキャスターになりたいって書いてたなっていうことを改めて、自覚し、そしてさっき言いました瀬能さん、鶴子さん、梅潤さんとね、そういう三大師匠にもこうやって放送の縁がある時には出ていただいたり、お会いできることで、まあ、僕もこの道に邁進してるという状態で、そのゆっちゃんがですねお誕生日なんですね今日ね。で、まあ、さっき言いました太陽三郎さん、草野仁さんもいらっしゃいますが、もう2人はお二人は完成品です。今日ねあのお誕生日のお二人に対しては完成品のお二人に僕の方から開運キーワード差し上げて、これからの道しるべっていうのもおこがましい、まあ、それはあの別に差し上げてもこれからの人生に全然役立つんでいいんですが、今日はねもう今日というこの2月24日はどうしても差し上げたいね、ゆっちゃんに対して、でゆっちゃん誰やねんちゅう話ですけど、ゆっちゃんに、なんとか開運キーワードを今日は差し上げたいなと思っております、それでは、帝王学天明学、セミナー講師をやっちょります、アッキー PJ から、講師近藤と言われようと、ゆっちゃんに差し上げる開運キーワードの発表です。ゆっちゃんに差し上げる開運キーワードはこちら、創始です。創始、皆さんそのリスナーの皆さんはそのこの言葉を知ってるのか知らないか、まあ想像はできますよね。創始でございますね。創始という言葉を、今日誕生日のゆっちゃん22歳かな、今日で1997年2月24日生まれのゆっちゃんに、差し上げたいと思います。さあ創始という言葉、まあ、あの日本語で言葉の意味をまた辞書で調べてもらうなり、まあね、ヤフー検索、グーグルしてもら検索してもらったらいいんですが、開運キーワードというのは帝王学天明学、まあ天明学ですね、お誕生日を聞いておりまして、お誕生日が分かっている方にプレゼントします、そのお誕生日から弾き出した創始という開運キーワードには、大事な文章というか説明書きがございます。そちらの方を、プラスアルファお伝えさせていただきたいと思います。開運キーワード創始、アイディアが豊富で発明や発見に優れ、
創作や企画活動に適しているとキラリ開運ですよ。シャイニーホチューン。でね、これ今リスナーのあなたがたまたま今日見て初めて聞いてこの字を見たとしたら、あなたにとっても開運キーワードであることには間違いはないです。間違いではないです。ただしより濃くてより、濃厚でより意味のあるのは1997年2月24日生まれのゆっちゃんです、ね。今日22歳のお誕生日を迎えられたゆっちゃんにとってが一番適してます。そのために参出してますからね、開運講談師アッキーとして、天命学の先生として作り上げております。このゆっちゃんがこの先ね、なんか発明したりアイデア企画をしたりするとますます彼の人生が大きく羽ばたくんじゃないかって思うんですね。で、彼って例えば僕らの子供の頃っていうのはエポック社の野球版とかね、今でもあるかもしれませんがね、サッカー版、サッカーゲームのどういったかな、野球版のようなサッカー版とは言わないですけど、サッカーゲームのボードみたいなのもあったと思いますが、彼はですね、普通に紙にね、厚紙に野球場のイラストを描いたりして自分で野球ゲームを想像して妄想してやったり、段ボールをカットしてですね、鎧兜を作ったりとか、いわゆる衣装ですね、侍のいでたち鎧兜で合ってます。で、そういうスタイルを全部段ボールで子供ながらに作れるような子でして、まあ多分ね、今関東千葉あたりのね大学生やと思うんですよ、4年生あたりやと思うんですけど、工学系のデザインかなのか、いわゆるその工業デザイン広告法の方のデザイナーなのか分かりませんが、デザイン系の方に進んでると聞き及んでおります、ゆっちゃん。で、当時僕は野球の絡みもありましてね、彼は右投げ左打ち、いわゆる僕らの子供の頃でいう掛布ですね、右投げ左打ちをまあされてたっていうね、一郎君も松井君もそうですけどね。で、野球選手として進むんだろうか進まないんだろうか、あんまり大きい子じゃなかったし細い子やったもんですから、まあデザインの方とか、そのまさに今日の開運キーワード創始、アイデアが豊富で発明や発見に優れ、創作や企画活動に適しているとキラリ開運ですよ、シャイニーフォーチューンの方に進めで行かれるのかもしれませんが、今後未来が楽しみなゆっちゃんに、開運キーワードを差し上げておきます。で、まあ、開運キーワードっていうのはですね、生年月日がフルで分かりましたら、ご希望の方には差し上げております。一応定価は1万円ね。諦めきいた言うたらまあ5000円ぐらいにはしようかなとは思っておりますが、要相談で、エトセトラの方に振り込んでいただいて、ご入金確認できましたら、いただいたメールアドレスに折り返し、開運キーワードと、もちろん文章ね、メッセージ、今日の場合だと創始、アイデアが豊富で発明や発見に優れ、創作や企画活動に適しているとキラリ開運ですよ、シャイニーフォーチューンっていう、その文章をプラスして送り返そうかなと思っております。ぜひ開運キーワードが欲しい方、アッキー PG アットマーク yahoo.co.jp もしくはツイッター開運講談師アッキーオリヒカで、ダイレクトメッセージいただきましたら、エトセトラ振込先確認、お知らせして、ご入金確認後開運キーワードを差し上げようかなと思っております。よかったら開運キーワードはあなたの人生の道しるべに、ご利用ご活用いただけたらなと思っております。アッキー PJ でございます。キラリー開運、シャイニーホチューン。さあ2月24日日曜日10時42分回っております。朝です。朝の生放送、秋生アッキー PJ です。さあ、ということで今日は月光仮面登場の日から、公私混同でエコヒーキレイでお届けしております、ゆっちゃんのお誕生日ね。さあということで、ゆっちゃんにはアストロツインズがいました。アストロツインズというのは生年月日がフルで全て一緒の方ね、もうオール一緒の方をアストロツインズというんですが、1997年2月24日生まれのお姉さんがいました、お姉さんは元 NMB で AKB も兼任されたのか、矢倉風子さん、お誕生日はい、おめでとう、ね。僕はこの風ちゃんいう方を
存じ上げておりません、存じ上げておりませんが、アストロツインズ、ゆっちゃんとアストロツインズだということで、ちょっとウィキペディアで調べました。矢倉風子さん、1997年2月の24日生まれ、日本の元アイドル、女性アイドルグループ NMB48 チーム B2 っていうのかなの元メンバーで、2013年から2015年にかけて AKB48 チームの A をチーム A を兼任していた。愛称はふーちゃん、大阪府出身なんだそうですね。ただどうも芸能界を一応引退されてるのかな。デビューは2011年6月5日で、活動期間が2011年から2018年までだったとございますから、もしかしたら、引退されてるのかもかもかもしれません。ちょっと見てみます。2017年の4月1日ショールームにて AKB48、第49回シングル選抜総選挙への参加自体を報告したとね、そして、2018年3月をめどに NMB48 を卒業することを発表した。2018年4月4日オリックス劇場において、多分大阪やと思いますね、 NMB48 としての卒業コンサート、矢倉風子卒業コンサート同じ空の下でを開催したと、ね、両日発表の NMB48 の18枚目のシングル、欲望者が最後の選抜曲となった。4月10日 NMB48 劇場で卒業公演を行い、同日付で芸能界からも引退したとありますが、この矢倉風子ちゃんが、ゆっちゃんとのアストロツインズ、かたやだからアイドルに慣れてるわけですからね、まあ、学業に専念されてもちょっと分かりませんが、その子を知らないんであれですが、風ちゃんという名の矢倉風子さん、ご存知の方いらっしゃいましたら、またアキビジアットマークヤフー .co.jp の方にですね、もしよかったらこんな方よって教えていただいたり、もしあれば一緒に撮った写真なんかでも結構ですから送っていただけたらなと思います。宛先はさっきの開運キーワードと一緒で大丈夫です。このアドレスに送ってもらったら大丈夫なんで、アキピジアットマークヤフー .co.jp ふーちゃん情報みたいな感じで、ね、いただけましたら、嬉しいなと思います。元 NMB48 の矢倉風子ちゃんとアストロツインズゆっちゃん、今日は、ですからふーちゃんでいいのかな、ふーちゃんも開運キーワードはあれですよ、創始でいいと思いますよ。お誕生日一緒ですからね、いいっていうか悪いわけがないんですね、アストロツインですからね。風子ちゃんにとっても創始、アイデアが豊富で発明発見に優れ、創作や企画活動に適しているのキラリ開運ですよ、シャイニー宝珠。もしかしたら風ちゃんがね、デザイナーになって僕はいいと思う、ね、企画側のプロデューサー側に回っても全然いいと思います。何かを作り始めるのが、創始、これが、風ちゃんにもゆっちゃんにも開運キーワードとして僕は差し上げていいと思います。アストロツインズですからね、そんなこんなの、生放送アキ PJ ライブショー、秋生アキ PJ が、お届けしております。ただいま10時もう46分回ってます、あと 1,2 分かな、ということで今日は2月の24日月光仮面登場の日に、そしてクロスカントリーの日、1877年のこの日、統一ルールによるクロスカントリーの初めての大会がイギリスで開催されたことにちなむクロスカントリーの日でもあります。ぜひ皆さんもクロスカントリーなどなどスポーツに頑張ってもらったらいいかなと思います。今日大阪は晴れてます。もう10度近くまで今気温が上がってきておりますが、外でね、ウォーキング、ジョギング、ツーリング、サイクリング、そろそろいい季節になってきてるんかな。石垣島はもう来週には海開き言ってましたからね、どっかニュースで言ってました。ただいま、ね、大阪もそろそろいい天気で街に繰り出したくなる時間帯でございます。残り1分ほど、今日はエコヒーキ公私混同ね、後継ぎとか親バカとかいろんな言葉が出てきそうですが、小学校の卒業文集にタレントになって番組出たいって言ってて、書いておられた、ゆっちゃん、そして、僕自身スポーツキャスターになりたいと書いていて、実際開運講座者アッキーとしてラジオパーソナリティ頑張ってます、アッキー PJ のアッキー PJ ライブショー秋山、本日もこの辺でお開きにしたいと思います。それではまたお会いしましょう。 See you next time. キラリ開運シャイニーホチュー。